合成関数という言葉を聞くとすごく難しいでそういうふうに思ってしまう人もいますしかし実は皆さんが中学校で代数を勉強した時からこの合成関数っていう考え方はずっと使ってきたもんなんですねまずちょっと難しめに合成関数についてお話ししましょう合成関数と,あと、はい言いますのは、えー、x に対して y を対応させる関数 fx。 そしてその y に対して z を対応させる関数 z=gy イコールこの2つの関数が与えられた時に x があこの範囲をあ動くでまあ x が動く範囲を largex としましょうで、えー、y が動く範囲でこれ largey と x を決めると y が決まるとで,で y に対して、えー Z が決まるでこの集合は z としましょうで largex から largey への関数 flargey から largez への関数 g でこういう2つの関数が与えられた時に x に対して1回 y を中継させるのではなくて x からいきなりこの z に対応するもの考えようとするとこの関数 関数ととして捉えることができるでこの関数のことをしばしば z=gf イコール g かっこ f の x ここう書いてもいいんですがこれを一つまとめて書くためにこれを gf っていう関数そして x こう考える。で f と g の合成関数ってこういうふうに言うんです。で合成関数といううこのように 2つの関数があってそれを合成するってそういうふうなストーリーで話が語られるんですけど本当は違うんですね、えー、本当は違うというよりはもっともっと単純な話がありまして例えば皆さんはあ中学校の時に こういう計算を習ったと思うんですね。でそれは A+B すの次乗 A+B すってやると簡単すぎるかなでこういうふうに展開されるとこういうのを習っていますね。でこの時に 2A+2A-B すくの次乗って というのはこの A のところに 2A B のところにマイナス b を代入することによって 4A の事情ス4 a b プラス B の事情でこういう公式に導かれるということをやってます。でこれ何をやっているかというとこれ A と B の2変数関数ですからちょっと難しく書くと F の AB こういうふうに表されるんですね。でこちらの方は <laughs> F の 2a-b こういうふうに表されるものです。そうすると中学校の子供たちでさえやっている f の ab に対して f の 2a-b を考えるということはどういうことかっていうと <laughs>、えー、small fx=2xsmall イコール x small g x イコールマイナス x こういう関数を考えたとするとこれは実はもともとの f に対して smallfa s m a l l g b こういうのを考えていると,ということなんですね。で、えー、この二変数関数っていうのは本来高校3年生でさえやらない高校3年生でさえやらないことをもう中学生でもやってることなんです。で でこれを合成関数という言葉でもし説明しようとするとこういう交渉の話になるわけですけどこういう交渉の話ということを知らずにですねすでに皆さんが中学校の時から親しんできたその考え方であるということをまず強調したいで合成関数ってのは決して難しくない単なる代入計算に過ぎないということです。で 我々に与えられた3つの関数 FGH でこれもどれも f x イコール何々 g x 何何って書いてありますが、えー、例えばこれ、えー、と Fx は x の式その次に gy は y の式 hz は z の式ってそういうふうに文字を変えて表しても全く同じです。で言い換えれば f x イコール 絶対値 X というのを FT イコール T の絶対値表そうと F の U イコール絶対値 U と表そうと全くこれと変わらないですねで。ここに出てくるその文字自身には絶対的な意味がないということ。そのことをしっかりと理解する必要があります。で、でその上で、例えばこの式ですね。まず、この、 この fx、これは fx ですからこの x に書き換えられますねでこれは絶対 1x とこうなるわけですその次に gfx というのはどうなるかこの gfx というのはこの gx のこの x のところに fx が入ったものです ですからこのまま計算するとこれ gfx、えーね、ですからしたがって、えー、fx−1、えーえー、あるいは fx があ x の絶対値だということは x の絶対値マ1ナスうところを表しているわけですね、えー。どこの部分が表されたかということがはっきりと 分かるために、えー、黒ではなくてもう少し目立つ青で描きましょうこの青い部分この青い部分が実はこうあるいはこうであるということですねであと H 最後のとこ色がなくなってしまいましたから最後はまあ黒で。 ちょっと点線で書きます hx はルート何やねんだ,だから結局これは、えー、ルート g 括弧 fx こういうふうに書くことができますしこの hx のこの x のところにこの青いやつが入っていることいですねこの青いやつというのはこれがこの青いやつですでこの青いやつが <laughs> 結局のところ、えー、fx-1 とこう書き直すことができそしてこれがさらに絶対値 x 1こういうふうに書き直すことができる。でどれも正しいんですけど、まあ、一応 y= イコールと書いたときにこの x の,その最終形まあこれが好ましい、えー、ですね。で 我々が考えようううととしていいいるのはこういうことに過ぎないというただ代入してるだけ fx のところには絶対クを代入するよ。g x のところにはス1を代入するよ。でそして h x の代わりにはルート x でもいうのを考えるよということです。でどれもこの3つの関数は x が決まれば f x, x が決まる。x が決まれば gx が決まる。x が決まれば hx が決まる。でそういう関数だ。 そういう関数が与えられると HGF っていうこういう合成関数を考えることができるというだけの話なんですが本当は数学的にあるいは理論的にはむしろ逆で我々が考えるべき関数はこれなんですね。これを考えるというふうに言われたときに我々はこの関数どんなグラフになるかさっとわからない。でも実はこの関数を考えろと言われたきに 我々がすでによく知ってるいる絶対値って関数あるいはス1って関数あるいは平方根って関数でこ,れについこれらについては我々は知っていると。よく知っている。えまあ、よく知らない人もいるかもしれませんがこれは知らなければいけない。 ももうこういうこいのは最もポピュラーな関数絶対値が出てくると苦手だとかルートが出てくると嫌だとかっていう人いるんですけどそういうその何て言うんですか、えー、好き嫌い言っているべきではなくてでこれはいずれも基本的なものですから、えー、よく知っている、えー、友達であるとそういうふうな感覚であることが大切で,でよく知っている関数があればその知識を用いてこの関数を捉えることができる。 とということですでこの問題ではこの関数のグラフを書けというふうに言われているわけです。でグラフを書くときにどういう立場があるかということですがこれ一番基本となっているのは一番外側にある HX。 でルート,、x、でルート x のグラフ知らないとやっぱりちょっと話にならないんでこれは平 xy 平面で xy 平面で半分の放物線半放物線あっ <laughs> x の事情じゃあ y ルート x でこういうものであります。で、えー、この方グラフに対して、えー、少し就職を や <laughs> えー、これが y=y=hx ですね。でそれに対して、えー、y=h=gx。でこれはどういうものかっていうと√ x ス1って言うんです。でこの hx という関数 y=√x ール,ルート x という関数の x のとこに x ス1を代入してます。そうすると この関数はどういうグラフを持つかと,いうと、えー、このもともとの反放物線を X 軸方向に1だけ平行移動していられる、えー、こういう放物線なのもともとの放物線がこうあったわけですがそれを1右側に平行移動する。 それがこの y イコールルート x-1 というものです。で我々が考えようとしているのは y イコール hgfx というもので,でこれがルート x-1 絶対値というものなんですが。 えー、もともとの関数の、x、のところに絶対値、x、を代入するでそのことによってどういう効果が得られるかということなんですが実はその時に一番基礎となるのはこの f= 絶対値、x、でもともと y=x という関数がこうあると絶対値 x という関数は x が負のところ跳ね上がって。 でこういうふうに <laughs> なる。えー、y= イコール絶対値 x っていうのは x が負の時でも0以上の値を取るそういう関数なんですね。もともとの y=x っていう関数は x が負になると y が負になってしまって困る。ののこの 2番目の考えた x ス 1, 1の平方根という関数はルートの中に x ス1がありますから x ス1は負になることができなかったんですね。x ス1が負になることができないので x が1以上の範囲つまり関数を定義する x の単位が1以上そういう実数の範囲しか定義されなかったわけです。でそれに対して 絶対値 x-1 の平方根になりますとこのルートの中身の x-1 の絶対値 x, いや x の絶対値 -1 がこれが0以上であればいいわけで,でこういう条件があればいい。で言い換えればこれ絶対値 x が1以上 こういういいい。条件があればいいで我々が考えたさっきの x が1以上っていう条件に対して x の絶対値が1以上っていう条件は言い換えれば x は負であっても構わない絶対値が1以上で <coughs> 負のものを許すということは 結局マイナス1以下の実数値点二つの半放物線が Y 軸対称の位置にでこういうふうにあるでこれが我々の考えている Y イコールルート絶対値マイナス1こういう関数ということです で,ですからこの関数が定義できる実数の範囲っていうのは x の絶対値が1以上言い方を変えれば x がス 1, 1以下であるかまたは x が1以上の範囲そういう実数この範囲でのみ定義されているいですねこういう範囲こういう範囲。 でこういうふうにして3つの関数を合成して得られる関数のグラフを書くことができるで関数が定義できるような、x、実数 x の範囲は1以上あるいはス1以下の実数全体ということになるということです。本来別に大して難しい問題なわけではありません。で えー、合成関数の考え方自身が難しいんではなくて言葉遣いがちょっとややこしい。で特にそのや合成関数を考える時の約束ですね、えー、先ほどのので言えば H 括括弧弧 G _ F こういうのを計算するときに内側から計算するか外側から計算するかどちらかがいいんですね。 でどちらでやってもいいんですけどまあ多分おそらく皆さんにとって分かりやすいのは内側から計算するまず fx を計算するそしたら gfx を計算するそして最後に hgfx をか計算するでこういうふうに中側から順番に外していくっていう考え方でしょう。ででも外側からやっても同じことなんです。気をつけなければいけななれいいいののは合成の順序でありまして f gx という 関数と GF x という関数は一般に同じにはならないということです関数の合成の順序というのはですね、えー、きちっと守らないといけない内側から外していく外側から外すそれはどちらでもいいが合成の順序 FG なのか GF なのかそれは全然違うということですね。で私が好む例えで言うとえー ワイシャツを着てから上着を着る。うんと上着を着てからワイシャツを着る。だいぶ違いますね。おもむが。で新しいファッションになるかもしれません。<laughs> ひっくり返すと。で,でしかし一般に、えー、順番というのは非常に大切なことだということです。で関数を考えるときには順序っていうのを考えることがとても大切だ。これはまあ合成関数に関して気をつけなければいけない唯一のポイントでしょうか。 あとは難しくないそういう境地に達するための最低限の練習ですねこれが大切だと思います